さあさあ、間もなくですね。はい。高宮通り。今、高宮通り走ってます。役員から今、平尾に向かってる最中です。この辺りに美味しい店ありますか？間もなくですね。え、間もなく？はい。ああ、ここっす。ああ、通り過ぎた。ああ、さなんか、うどんって書いてあったよ。あ、の隣ですね。うどんの隣？はい。ちょっと、今のとこです。もう一回、Uターンで。もう一回 U ターンちょっと待って、わかりました。いやいやいや、一瞬すぎて、うどんは見たけど、はい、いやいや言ってよ、あと何メートルとかさ。ここは僕が福岡で一番美味しいと思う。またシリーズですか。僕が一番美味しいと思う、何ですか。はい、つけ麺屋です。へえ、あ、そう、つけ麺屋さん。まあラーメン屋なんですけど、大将とは顔見知りなんで。お、はい、よかった。そしたらもう、ただ許可は取ってないです。いやいや、あのね、わかりました、わかりました、はい、じゃあちょっと待って、もう一回ちょっと店の前、はい、ちょっとちゃんと通らせてください。駐車場が満車になってましたもんね。あ、今、はい、お店の駐車場あるんですか。はい、あります、あります。言ってよ。そしたらここって言った時に曲がらなきゃいけなかったわけ。そうですね。なんだよ。いや、曲がれないから、あのタイミングじゃ。ここここって。俺こうしてるから。下りが長いです。下りが、いや、下りが長いっていうか、店に着くまでの、いやいや、喧嘩の下りが長い。どこ、ですね、うどんって書いてあったよ。山本山ってめっちゃ有名だよ。そうですね、そこの先で、この広がったとこですね、この。ああ、丸源。あ、そうです、そうです。ああ、有名だね。はい、ここです、ここです。そこ大丈夫じゃん。大丈夫ですね。駐車場空いてますね。そうですよね。はい。よし。行っちゃってください。行っちゃって。いや、分かってるよ。分かってる。焦らすんじゃないよ。ちょっと。3時前なのにめっちゃ並んでるよ。おい。マジで？もう昼ご飯の時間終わってるんですよ。2名なんですけど、2名様ですね。はい、実はですね、はい、今 YouTube 撮影してまして、はい、食べるとこ普通にお金出して食べるんで、端っこの方で、カフェ少し待っていただいて、全然待ってて全然大丈夫です、ね。はい、食べるところってのはお客さんが食べれる、はい、自分で食べるところ、はい、ということですか。まあ、他のお客さんです。はい、わかりました。大丈夫ですか。大丈夫です。少し席が待っておりますので、はい、もう待ちますので、はい、先に食券だけ買ってお待ちください。食券です。君何しますか。ですね、食べてほしいのは、はい、これですね。平麺つけそば。はい、はい、わかりました。あとですね、はあ、もう一つ、はあ、これをチャーシュー盛り。チャーシュー盛り。はい、はい、と、それを豚飯セットにしよう。はい、わかりました。めちゃくちゃ多いよ。もう3時ですよ。すっごい。あ、来た。ありがとうございます。あ、じゃあこれ。ちょっと。いただきます。なんだこれ。舐めてました。もうこれうまい、おいしい。あのね、ご飯がもちもちしてる。うんうん、うお、チャーシュー盛り来ました。ちょっとこのね、白髪ネギを多分巻いて食べるんだと思います。いただきます。あのね、
想像を超えてきました。あのちょっとね、辛い胡椒みたいなのが振られてるんです。これがねめっちゃ爽やかなんですよ。うまい。あ、うわこれ、これ美味しいですよ。うまいね。これうまい、本当美味しい。いや、お酒飲まないのにさ、君よくこんなん知っとるな。今日車で来てなかったら完璧ビールですから。うまい。シャキシャキで、で何もでも入る。ラーメンつけそばです。これは麺がめちゃくちゃ綺麗ですね。すごい。はあ。ちょっとこれ見てください。綺麗ですよ。でこのつけ汁はめっちゃ熱々です。じゃあちょっと。これはいきます。悔しいけど負けました。これはうまい。あのね、麺がねほんのり甘いんですよ。これでツルツルシコシコなんです。あの冷たく締めてるんで。でね、このつけだれですけど、あの魚介系の味なんです。めちゃうまい。あ、またねチャーシューとね一緒にいきたい。うまかった。